どうもバロンザマスです。前回ですね、円数の森の金森さんですねにアルファロメオ155 V6 の方を運転していただきました。そうするとですね、次娘さんをぜひね試乗で助手席に乗っけてやってくれないかってお話しいただきました。それはもちろん喜んでということなんですけども、とてつもなく可愛がられている娘様ですね、水木さん、YouTube もやられておられるんですけども、なんとバーキンセブンずっと乗っているというね、初心者マーク貼っている時から最初の車がそのセブンなわけですよ。まあとんでもない娘さんをお育てになっているんですけども、今回はその試乗を兼ねてですね、彼女の内側にちょっと迫ってみるような取材をしてみたいと思います。もしご興味ある方、最後までねぜひ彼女のことを知ってみてください。この年でね、20そこらですよ、20歳そこらでああいう車に乗れてるっていうだけでも拍手パチパチものなので、僕自身もね大きく学ばせてもらおうと思っていろいろと質問してみました。それではご覧ください、どうぞ。ありがとうございます。じゃあ松田さん、すみません、ちょっと今の感じのコースをもう一周、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、すみません、もちろん。はい、じゃあどうぞ。失礼します。はい、どうぞ。お邪魔します。お邪魔します。じゃあ今お父さんに乗っていただいて、次は娘様に。はい。運転しなくていいんですか？運転はちょっと左はちょっと怖いんで遠慮しておきます。じゃあシートベルト押していただいて、はい、よろしくお願いします。ご自身でもチャンネルされてるんですよね？はい、そうです。また概要欄貼っておきますので。ありがとうございます。あちらの車とは全然違うイタリアの良さをちょっと感じてください。はい、じゃあ行きますね。はい、すごい、広い。広いですか？広い、広いです。いやいやいや、今日すごいですね。ああいう車をこう楽しく乗れるっていう、すごいこう若者がこうそこまで車を愛してくれる僕らおじさん組嬉しいですからね。でも本当は話し合える仲間が、若い仲間がいないので、あ、そっか。っ寂しいっちゃ寂しいですね。確かにね。あのクラスになるとちょっと男の子が引いてしまうぐらいじゃないですか。逆に、いや自分の車は自慢できへんもんな。ああってなっちゃいますね。すげえねってなるわけだ。普通のイタリア車ですよ。今度自分今、はい、移動の車をミニクーパー使ってるんですけど、はい、次フィアットになるんで。あ、フィアット。はい、イタ車の仲間入りをいいじゃないですか、することになって。そうなんだ。はい、それはまたしてもマニュアルで買うんですか？いや、それは多分オートマだと思います。移動が楽なやつ。あ、まあそりゃそう。でも1台ずつねそれが乗れるっていうのもいいですよね。はい、乗せてもらえて、乗せてもらえて、あと出会っていろんなイベント行ってみて。でもね、こうかつては人見知りだったお父さんが今やこうやって笑顔でね、はい、誰とでも付き合えるようになってって、お父さんと車のおかげですよね。本当です。もうセブンと父のおかげです。けど今時珍しいんじゃないですか、そんなにお父さん大好きって胸を張って言えるっていうのもね。そうですね。そう、あ、お兄ちゃんとも仲良さそうです。一家総出でね。一家で、はい。すごい団結力あるな。この車はなんで乗ってみたかったんですか、その助手席に。もう今いろんな車、本当にイベントでも乗せていただいて、どんな眺めなんだろうとか。あ、なるほど。そうか、僕も若い頃は座って乗らせてもらってたな。おじちゃんたちね、お兄ちゃんとかね、近所の、はい、ちょっと乗ってみるかみたいな感じで。なるほどね。そうか。普段は趣味っていうか楽しみな漫画、アニメが好きなんですね。そうです、アニメが。でラジオもやってるんですもんね。はい、八千代市で、千葉県の八千代市で。八千代市で、はい、ラジオの、まあ、DJ というか、はい、パーソナリティ、パーソナリティですね、させていただいております。すごい。それは週1回ぐらい。自分の番組が月に2回、第2、第4木曜日の夜10時30分から30分番組一人でやってて、でもう一つが平日のお昼の、まあ、いわばなんか帯番組的なのをやらせてい
ただいて、それの水曜日担当させていただいて。いくつからやったんですかそれ。ラジオ自体は高校2年生の時から。これ何の絡みなんですか。高2で急に声かかるんですか地元の人から。父とその FM の社長さんがお知り合いで、はい、仲良くて、はい、それで声がかかって、もともと声優になりたいっていう夢があって、うん、じゃあちょっと声の仕事としてプラスになるからやってみないかって言われて、うん、じゃんって感じで、で未だにそうですラジオ出させてもらっている、はい、声優には今もなりたいんですか。いや、どちらかというと今もう YouTube で食べていきたいっていうのが YouTube で食べていきたい。なるほどね。で、もともとその声優になりたい理由も、うんうん、声優に会いたいから声優になりたいっていうのがあって。わかるそれ、うん、で今その会いたい声優さんって誰なんですか。梶裕貴さん。有名どころ、はい、まあまあ、でもまあ車と YouTube とそのまあ YouTube を通じたこの美しい声で車買いに来るかもしれないね。ちょっとね、本当なんかクラシックか好きなのかわからないんですけど。わかんないですね、その辺出てないですね。そうか、看護師もね買いに来てくださったら嬉しいなっていう。いや可能性ゼロじゃないですか。そうなんですよ。僕もね車やってますけど、こう YouTube で、はい、一人結構有名なお笑い芸人さん買って行ってくれましたよ。へぇ、まあ、そういうのはちょっとね、あの名前出せないんですけど、そうですね、クラウン買ってくれました。へぇ、マニュアルの古い車じゃないと嫌だって言って探し歩いて YouTube 見たって来たんですよ。おぉ、名前聞いて、いやふざけてんのみたいな感じで返したんですね。いや本物やでってこう急にちゃんと教えてくださって、あれって、ちょっと動画出てあげられなくてごめんねみたいな、事務所の関係が出れないんだみたいな、でもちゃんとした言った値段で買いますみたいな。すごい、サインもらいました。やっぱ可能性ゼロじゃないですね。いやゼロじゃないですね。 YouTube で結構皆さん見てるんですね。で欲しい車探すその方は昭和のマニュアルのクラウンがいいと。でそれをずっと探したら YouTube で見たみたいな。だその声優さんに会える可能性ゼロじゃないですか。そうですね、意外とほら YouTube で出ててそのね声、多分ナレーションを自分で吹き込んでったらその声がいいって反応する人もやるから、そしたらそこがちょっとこの人声優で使ってみようかなんてね、事務所が言ってくることもあるし、全然夢が全部叶うかもしれませんね。夢の塊ですね。すごいじゃないですか。セブン乗って声優さんに会いたくて YouTube で見に立ててご飯食べたい、うん、できますよ信じてたら。頑張るしかないですね。そうですよね。けどまあラジオを聞いてる人らからしたらね、声優志望の人が喋ってくれる方が聞きやすいし、うん、ちょっと自信あるんですか。いやいや全然もうど、うん、自信はそんなない喋りには。でも評価されたのがアドリブがすごいペラ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 出てくるから、うん、好きなものに対してだけなんですけど、ペラ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 言葉出してくるから、うんうん、お前人見知りなわけないだろうって言われるんですけど、うんうん、いや一人喋りなんよって思って。あ、なるほど、自分でこう切り替えてんのね。そうです、一人喋りになったと思えば喋りやすくなるそうです。昔から人見知りだったんですね。そうですね、もうなんか中作り方が分かんなくて悩んだ時期もあるぐらい。そうか、でも今となってはいやもう全然友達になってくれるっていう人は出てきたでしょ。そうですね、はい、自分からあんなね目立つ車乗ったらコンビニですぐ声かけてくるおじさん多いでしょ。そうなんですよ、この間も姉とあの姉を助手席に乗せた時にお話をあのしてくださったおじさまがいまして、はい、あのアイス持って出てきたら話しかけられちゃったんで、ああなんか食べる時間がなくてアイスドロドロになるっていう遠慮しちゃったよね。話そうそうそうなんですよ。あ、なんか目上の人も立てるなぁ。いやいやいや、あおじさんすいません、アイス食べていいですかって聞けばよかったけど言えなかったんですよ。父親にいや言えばよかったじゃん、言えるわけないじゃんと思って。そこがお嬢様なんだいいじゃないですか。でもね、人生わからんもんですから、うん、結局最後声優になったっていうこともありえますもんね。本当に可能性はゼロじゃないって信じてますんで。だから声優しながら YouTuber やったらいいですもんね、うん、そうですね、それが一番いいですね。そうなんだ
つながるかもしれないですね。確かにそうですね。結構あの声優希望の人で僕が紹介するのって割とあのほら司会業、あーはい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 、イベントとかの MC でこう2人目で男性女性1人ずつみたいな時、僕は MC やるんですけど、もう1人行くとそこで吉本さんに声かけられた人がいましたよ。あ、へー、それが声優なのに吉本さんが声かけたのはみんなの前に度胸座ってるからいい、なるほど、声もええけどって、そういうとこ見てんですね。いや、逆にあの私のチャンネルに出ていただいてありがとうございます。あのお名前とあの、はい、なんか自己紹介しておいてもらって、金森瑞希こともみんな多分みーちゃんって呼んでるので、よかったら、はい、みーちゃんドライブの方もよろしくお願いします。 YouTube ね、はい、あの概要欄に貼っときますので皆さん見てあげてください。ありがとうございます。それでは失礼します。ザーマスチャンネル、はい、皆さんいかがだったでしょうか。まだまだあどけなさがね残る瑞希さんなんですけども、そんなまだね少女と言ってもいいような年でもある彼女がですね、こんな車に乗ってるんですよ。今動画に映ってるバーキンセブンですね。非常に戦闘的なゴーカートのような車なんですけども、これを彼女が操ってですね人生を謳歌されているということみたいですね。まだまだ夢もいっぱいあるし、ね、これからいろんなことを経験なさるんでしょうけども、ひとまずこの車の業界ではすでにトップクラスの経験をしていると、ね、また声優さんになりたいとか、まあ、ラジオの、ね、パーソナリティをやっていたりとか非常に多彩な活動もなさってますが、何よりねこういろんな夢っていうのを人生一回しかないので叶えながら、それとともにこの車とね生活していく、生きていくっていうのを感じますとですね、まあお父様の金森代表ですよね、以下皆さんが非常に団結している一家であることがよくわかりました。まあこのぐらいの娘さんでパパのこと大好きってはっきりみんなの前で言える人っていうのもね、いや実にお父さん集団からすると羨ましい限りやと思うんですけども、よくあるじゃないですか、自分の車を息子娘に譲ろうとしたらそんな車乗りたくないってオチありません？皆さん旧車ネオクラシックかね、名車のオーナーさんたち、そこな、ね、泣かしどころじゃないですか、泣きどころと言いますかね。でもね、金森家に至ってはですね、なんととんでもないこの車を喜んで乗ってる娘さんがいると、この一点のみにおいても、まあ、パパとしてのね一つの喜び達成感っていうのはね、もう想像するともう万々歳のような感じがいたしますよね。まあ、そうしてですね、まあ、こういう名車、旧車、ネオクラシックと共に生きる金森一家の取材でね、娘さんの方話を聞かせてもらったので、皆さんもよかったらね、YouTube とかあとラジオですね、もしくはこの、まあ、バーキンそのもの、このセブンそのものにちょっと興味を持っていただいてですね、まあ、女の子でも乗れるわけですよ、初心者のね。ね、まあ、ベテランの僕らたちが乗れないわけがないので、今まで、ああもう買おうかな、やっぱやめとこうかな、維持費がな、場所がな、いや使い道ないしな、なんていうこうね、買わない努力をする言い訳を探すよりも、彼女みたいに飛び込んでみたい方はもう今すぐ飛び込んだ方がいいと思います。人生一回しかないんでね、はい。また金森代表もおっしゃってます、非常に資産価値としても有能なものなので、そう簡単に価値も下がりません。そういう意味では1年間ね乗ります、その後またお譲りするっていう方法もありますので、よかったらこの車自身にも興味を持っていただければと思います。まあ、サーキットの狼世代の人たちからするとね、やはりこの車一度乗っておかないべきはないと、まあ、そういうところで、ございましょうか。まだまだね取材の方続けてまいりますので、今後ともよろしくお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。